ダブルスマッチプレー対決。イエーイ、なんだそれ。対戦相手、はい、初の対戦相手はセンスゴルフグリップさんです。センスゴルフグリップの竹内です。相方には、村田さんに来ていただく、はい、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。まあ、私たちが勝ったら、うん、まあ、何か勝負ですからね。リンゴルフでは毎年リンゴルフオープンという競技大会を開催しているようですので、アメリカのミッションヒルズカントリークラブ、そこに2名ご招待します。マジ。16番140、初勝利ありがとうございます。ルール変更ありがとうございます。いや長いんですよね。とかないと私は100は切れないからやっぱオンしないと。オンしないと。今何番アイアンですか？8番アイアンです。8番ですか？9番です。9番。140。そうだね、パースリー得意なゆきりんが。大丈夫だよ、楽にね。そうそう、ねえほらよし行こう。ちょっと離れてる体乗ってこうか。ここバンカーが深いんですよね。これに入るとかなり大変です。バンカーを越えたみたいですね。ちょっとチームワークがようやく発生し始めたみたいですね。竹内さんの球できます。竹内さんのボールを採用して2打目です。じゃあ俺脅威のパットでいこう。パター下りが分かんないんだ。そんな下ってないでしょ。結構スライスしますよ。ですよね。だから1メートル以上はスライスします。ですよね。1メートル以上しますよね。で、上りですよ。上りの下りですよ。こうなんですか？そうそうそう。上りの下り。よっしゃ。上りですよ、基本は。お、いい感じ。いい感じ、いい感じ。おお、ナイス。ナイス。オッケー。ナイス。オッケー。独特なリアクションですね。じゃあ私もパターで。そこより攻める感じですかね。保険がかかってるんで。より強めに。より強めに。はい。2打目です。早いか。止まってこい。おい、来た来た来た。おー、近い。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。これあっち側？これ違う、クローズされてるけど。近づかなきゃいい。こっち側にしよう。こっちか。あっち側だとどっか行っちゃいそう。下っちゃうから。わー、ナイスアプローチ。うわー、うまい。やばみ。入れないと。アプローチ。あ、アプローチか。サンドの方がよくない？いや、大丈夫です。大丈夫？じゃあアプローチで。
おお近い。すごすぎる。ナイスパー。ちょっとさ、2打打てるようになって打てるようになってきちゃってるから。うまい。うわあ惜しい。今めっちゃ惜しかった。これはどうしよう。超むずいじゃん。ちょい開きの。このぐらいで行こう。うわあ、そっち跳ねる。うわあ、そっち跳ねる。うまかったんだけどな。大丈夫まだ。入れれば入れればわけなんで。確かに。入れればわけだね。ちょっと通り越すように言ってもらえば。はい、じゅんちゃんがそれを見て入れてくれるからですよね。そうです。左に曲がる気がする。そう、ここら辺ボール1個、うん、はい、この辺だね。ここ、はい、ここに打って、はい、センスグリップを使ってるんで入れてほしいような、勝負に勝ちたいような。うん、うん、あ、なんと右に出した。あ、なんと今右にすげー出した。それはマークですね。あつ OK、 OK ですよね。ボギー OK。 いけやばい。さあでもこれが、この入れ頃が下り、ね、いやー待って、今頑張って打ったよ。これ入れたら負け？あ、そう、入れたら負け。でも2段あるから。どんな感じですかこれ？いや、もうスラ、ちょいスラ、うん、スラっていうか強めにドンでしょ。ええ、怖っ。これはもうちょっとしょうがないな。よし、ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパー。だいぶ盛り返してきましたけど、どうでしょう。頑張ります。この展開はルール変更ありがとうございます。ちょっと恥ずかしいけど頑張ります。はい、ナチュラルドロー。砂ぼこりかな。そうです。すごっ。ボールによって球のつかまり変わるし、うん、やっぱ、うん、キャロウェイはくっつくね。柔らかいのはね、うん、ドローしやすい。うん、でも飛んでないかも。ボールなかった。ん？ボールなかった。左ポケットに入って、右ポケットにはあいつが入って、左ポケットにはこいつが入って。160の打ち上げ、160の打ち上げ。170ぐらい打たないとダメ。5番ウッド持ってきた。168あって5ヤード打ち上げ。量厳しいね。もうちょっとさ、芝が生えてるところ いいとこでいいよ。なんならティーアップ。うん、草ティー、あ、そうやってやるんだ。草ティーってすごさ、ありがとうございます。すごい自然です。自然なティー。誰も何もして。おお、いいじゃん。
きますよ。行きます。調子いい時は180ヤード乗るんだけど、もう乗らないわ。165で6番ユーティリティ。はい、6番ユーティリティ2打目です。これちょっと微妙っすね。大丈夫そうな気はしますけど。村田さんよろしくお願いします。ビシッと乗っけて3連勝でお願いします。ここ乗せないと。乗せないと。うわあ乗るわ。めっちゃいい。また手前。ああ。まあまあ。いや、ないしょ。ないしょ。まあまあ。ゆきり、位置が分かってる。今日は。学びました。この間。この間も私ダダかぶりで。世界の純様にただかぶりで、視聴者の皆さんに、私が一生懸命こうやって前で、ありがとうございます。視聴者の皆様に純様をお届けできなくて、ちょっと9 3打目 A9 ってか P だね。え、 P だよ絶対。まあ9でもいいよ。で、下ろすとき、はい、速くならないようにね、テイクバックと同じ速さで下ろして。はい、いけるかな。いけるいける。そう、いやでも全然ダメじゃん。いや、ちょっとお願いします。下が良くないのよ。ちょっとお願いします。私58で打とうと思ったけど、52で打とう。52で、ちょっとピンの左。さすが、あ、青木アプローチ順。あ、ちょうどいいや。おお、ナイスショー。やばい。やばい。まさか遠くから寄せてきましたね。よし。渋っ。うわ、おお、すごっ。あ、ちょっと左すぎた。はい、パーパットです。先に入れてプレッシャーをかける。あ、これマークしなくていいんですか。ガチスライスラインですね。あ、フラットですね。フラットで、まあいい、ワンカップ入ってみてください。よし、パーパットです。ナイス。ナイスパー。ナイスパー。どっちかっていうと、どっちかっていうと、どっちすら、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ打てば強めにって。そうだね、ユキにしっかり打ってね、まっすぐ。なんでよ。しっかり打ってない。打てなかっただけだ。ちゃんと打ってよとか言って、やだ。リンゴルガールチーム喧嘩を始めました。なんでちょっとだったの今。何よかった。仲回れ気味です。何よかった。いや、完璧だったよ。弱かった。完璧だった。私が弱かったですか。そう、優しさ出ちゃったな、私の。それな。いきます。お願いします。やったー。距離あるんですか。そう、もっと短いのかと思ったら、レディースティック距離あるよね。ここきついっすね。
どうですか女性の気持ち、距離を同じにした場合、やっぱ女性って大変ですよね。でも心のレディースティーは結構距離があって、さすがにティーショットに5番ユーティリティだけだと厳しいな。やっぱ長いですよね。